こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は FFRKR レポート第80回ということで、こちらの解説、感想していきたいと思います。はい、ということで、ゴールデンウィーク中ですが、来ましたね。まあ、初週の火曜日ということで、まあ、いつも通りではあるんですが、果たしてタクティクスイベントはあるのか、まあ、見ていこう。はい。ということで、まず、今週末からですね、FF13 イベントが始まります。最大で願う運命の絆。これに関しては、ライトニングの記憶にフォーカス。で、ガチャについては、ライトニング、セラ、バニラということで。これはね、ライトニングは、すでにね、雷属性の D 角が出ているので、まあ、これは静属性ライトニングだね。静属性の D 角。そして、セラについては、すでに氷属性の D 角が出てると思うので、これ水属性だね。水属性セラ。静属性ライトニング。あとバニラは、まあ、いつも通りの、うららのね、D 角の焼き増しという感じになる、なってくるんだと思われます。まあ、バニラについては、シンクロでね、味方全体の待機時間短縮っていうものがついてて、まあ、それもまたうららのね、シンクロと似てる感じはあるんですけど、やっぱり、あれ系って回復力がね、乏しかったりするんで、D 角とね、シンクロ併用することによって、回復力を補いつつ、さらに味方全体の待機時間短縮っていうところで、結構強いと思う。バニラに関してはね、スピードのヒーラーっていう感じのイメージがあるので、まあ、うららもちょっとシンクロでできるようになっちゃったから、若干バニラの立場が、まあ、悪くなっちゃったりもしてるんですけど、まあ、その辺は実際、まあ、実装されてみないとわかりませんが、まあもう想像はつくけどね、ヒーラーの D 角っていうとほぼタイプなので、ほぼうららタイプになるんで、まあそんなに特徴は出ないかなと思うんですが、まあ静属性だったり、それから水属性のね、魔法キャラも不足してるんで、割と内容的にはいいガチャ内容になってくるんじゃないかなと思われる。で、またね、ライトニングだったりセラも、まあ LB チェイン、がおそらく実装されると思うんで、そういったところも、まあ、13、薄い方を狙っていくっていうのも全然ありかなと思います。そして5月の9日から、移ろいし筆致10話。そして5月の13日、無秩序なる追憶 FF3。で、5月16日から、移ろいし筆致拒絶。そして5月の20日、シャントットだね。幻影の宮殿 FF11。です。あと5月の23日、イベントドクターモグからの宿題ということで、まあいつも通りだね。まあこれまた FF11 シリーズの宿題ということで、11絶部、来ますね。ザルエラだっけ ?11 って。違います、タクティクスだな。ザルエラはタクティクスだったな。11の絶部ってなんだっけ、全然記憶にないな。まあ11絶部がきっと来るでしょう。はい。歴史上訓練施設、5月27日から。はい、こちらを忘れずにね、クリアして、フラグメント。まあ、特に、この歴史を訓練施設で一番大事だと思ってるのは、結晶水ね。特に始めたばっかりの新規勢の方だったり、あるいは、今までね、サボっていた、レコードダンジョンとかね、サボっていた方は、こういったところで入手するしかね、機会がなかったりするんで、まあ、これは確実に周回して、ゲットするようにしましょう。そして、月末に差し掛かってきて、5月の30日から、FF6 イベントだね。で、これ今回のイベント、モグの記憶にフォーカスって書いてあるんだけど、まあ、これ後でね、ついにモグの D 角出んのかと思って、この後の後ろのインフォメーション読むと、ちょっと、がっかりするからね、これは気をつけてほしいなと思う。あくまで、このイベントの内容とガチャの内容は違うからね、これ気をつけないといけない。はい。で、月末イベント、5月の31日から FF14、プライマルズ、万神討滅戦、ボリューム2。全然FF14 やってないから全然これ意味が分かんないけどね。 FF14 にはこういった催しがきっとあったんでしょう。知りませんやってないから。で、これガチャ内容はヤシュトラ、オルシュファン、ミンフィリアということで、まあヤシュトラに関してはそこまでヒーラー性能がもともとね高くなかったキャラでもあるんで、まあ ここら辺でね、まあ、ヤシュトラも D 角を仕入れて、まあもしかしたらワンチャン新しい覚醒か。第二覚醒ぐらい出るかもしれませんが、まあそういったものも含めてですね。なんか第二覚醒あたりで、なんだろうな、まあ物理攻撃でも、まあ、14は魔法キャラ多いから、魔法攻撃、一定時間魔法攻撃の待機時間短縮とかね、くっついてくれたら、マジで結構株上がるけどね、モグの覚醒にくっついてるやつと同じやつ。
まあエアリスはね物理攻撃の一定時間待機時間短縮、クイナのシンクロと同じやつがくっついたんで、魔法攻撃の待機時間短縮も別にヒーラーについても何の違和感もないというか、もう前例があるからねついてもいいと思うんですよね。そうなってくるとダイブ14ね、ヤシトラの覚醒2を持ってるかどうかでだいぶ変わってくるんじゃないかなっていう気がするんで、まあちょっとヤシトラの第二覚醒あたりには期待したいところです。あとオルシュファンに関しては生属性物理が不足してるんで、多分タクティクス以外のキャラでもう最後じゃないかな。オルシュファンが月初にライトニングのね、生属性が出るので、それを考え多分もうオルシュファンが最後ぐらいになってくるかと思われるんですが、前回のフェスに入っててもいいぐらいだったんだよねオルシュファンがね。なんで生属性物理薄い方はまあ一応一見一向の余地ありだけど、もともと別にオルシュファン自体が全くその強いっていうわけではなかったので、まあどれぐらい化けるかだよね。おそらくまあシンクロ2とか覚醒2ぐらい出んじゃないかな、最近の流れから言うとオルシュファンそれ次第って感じだね。あとミンフィリア、ミンフィリアの D 格もまあ補助系になるのはもう確定してるし、でおそらくね今までのミンフィリアの傾向から言って、まあ、デュアルシフトしてまあちょっと弟子だね、弟子の D 格に似たような感じなんじゃない、味方全体にあのゲージを託すか、あるいは味方全体の攻撃もう一回放つタイプ。まあギルバートがそれやっちゃってるしな、ギルバートの D 格がそうだったよね。でもその辺あれだ、ミンフィリアあれだ、多分味方全体の限界突破レベル上げる系だと思う、多分なんかシンクロかなんかそんなんだったよね、忘れちゃったけど確かそんなんだった気がするんで、それっぽいな。ミンフィリアは多分デュアルシフトして限界突破レベル1アップさせるみたいな内容だと思う。正直それ系ってそんなに強くないんだよね。それだったら別に今の環境だったらもう一回放ったかね、ほんと敵が硬いからさ、最近フェーズ3でも2万超えのダメージとかなかなかもう出ないようなレベルの硬さになっちゃってるから、なんかその限界突破レベルを上げるよりかはもう一回放つとか手数で戦って火力を出していくみたいな、まああるいはダメージアップとかね、あのバフとかの方が最近の難易度700にはマッチしてるかなという感じがするんで、まあ、この辺にはちょっと期待したいところだね。味方全体の全属性ダメージ 1.5 倍とかだったら逆にちょっと面白いかなと思う。3ターンの間味方全体の全属性ダメージ 1.5 倍は結構熱いんじゃないかな、逆に強そうだね。それは限界突破レベル1アップよりそっちの方がいいんじゃないかって気がするわ。ちょっとそういったキャラも面白そうなんで出してほしいなと思う。はい、であと5月の6日から属性兵器極彩オメガ再登場、こちらもね、まだクリアされていない方はぜひチャレンジしてアニマレンズ EX だったり星6フラグメントなどなどなど獲得してほしいなと思います。そして5月13日、まあ、最近のガチ勢のお楽しみですが、万象の強く青龍地属性、はい、地属性のバハムート界バハムート霊式、まあ、風属性弱点だよね、つまり、ね、風属性弱点のバハムートが来るということです。でこれに合わせた連動装備召喚としてファリス、アルティミシア、オニオンナイトということになりますが、ファリス、アルティミシア、オニオンナイト、ファリスがどうなるかだね。ファリスの D 格ってもう出てるよね、出てるんで、まあファリスも炎と風属性2種類いけるからどっちかになるのかな、どっちか、またはあれ、もともとファリスの D 格ってどっちだっけ、風 D だっけ、風 D だっだと思うんで、おそらく風リーダーか強いエレメントか忘れちゃったけど、まあどちらかだよね。風リーダーだったら炎 D 出るし、強いエレメントモードだったらおそらく風の D 格が出るだろうしみたいな、そんな感じだと思われます。ではまあアルティミッシュは普通に風の D 格でしょうね。でオニオンナイトについてはこれがまあどっちだろうっていうね、その物理の風なのか魔法の風で来るのかみたいな部分、これどっちなんだろうねと思うんだけど、まあ多分魔法の風の D 格だね、きっとね、きっとオニオンナイトなんか魔法キャラとしてすげえ押されてる感じあるから、まあ風魔法のオニオンナイトでしょう。なんでまあ悪くないね、ラインナップ的にファリス、アルティミシア、オニオンナイトなんで外れはないと思う、これこのガチャ、まあキャラ的にね、キャラ的な外れがないんで結構いい
ガチャ難易度、引きやすいガチャになるんじゃないかなというところが予想されます。もうあれだもんね、 FF そのシリーズごと5で見てもファリス結構強めの立ち位置だし、まあ8シリーズで見てもね、アルテミシアその氷属性染めしない場合にはアルテミシア結構使えるから強いし、でオニオンナイトも FF3 で考えたらもうメインアタッカーというか主力中の主力だからね、ほぼ玉ねぎ頼りみたいなところだからね、 FF3 はっていうところがあるんで、まあ引いて損なしみたいなガチャにきっとなるでしょう。そしてラビダンシーズン6、新たな街道の狭間、5月の20日金曜日から、そして今回 FF11 だね。でこちらに伴ってですね、英雄陣営は FF11 に変わります。シャントット、アシェラ、ナジャ、アフマウ、ザイド、アヤメ、ティナ、ロック、ケフカということで、まあこれ書いてるけど半分ぐらいがもう再販というか再出現ということになるんで、あんまり真新しさはないけどね、まあ、ようやくシャントットに、まあ、英雄陣営が来るかというぐらい、まあそうだね、あとザイドか、ザイドは不満シャントットぐらいかな、まあ、ナジャはもうあの空気なんで別にどうだっていいんだけど、全然来ないね。しかもそろそろナジャの新しい必殺が来るかと思いきや全然来ずに、今回もザイド、プリッシュ、クリルダっていうところでかわいそうだね。もう全然もう追加する気すら感じないっていうね。まあでもこれは FF11 のガチャ自体が結構久しぶりになるのかな、なんでまあ結構いいと思う。でザイドに関してもようやくかっていう感じするんだけど、ザイドがねもともとその ATB 蓄積時間短縮するタイプなんですよね。T だと同じようなタイプ、2段階だったかな、2段階で短縮される T だタイプだったと思うんだけど、まあかなり優秀、闇属性物理界がもうこれでほぼ出揃った感じがあるんで、ちょっとこのザイドの B 角が出るまでの間ね、セフィロスが強くなりすぎちゃったとかね、あったんで、まあ勢力図がどうなるかはわからないけど、ちょっとね比べにくさはあるよね。セフィロスとその ATB 短縮系のどっちが強いって言われるとちょっとうーんって感じはあるんだけど、まあ闇セシルとセフィロスが同じぐらいかなっていう感じがあるんで、そこに来てね、あの闇セシルに関しては発動直後に3回 ATB がなしになるタイプで、一方でザイドはね、あのシンクロ発動してる時はまあ実質2ターン目以降か、2ターン目以降は常に ATB が短縮されるっていうことになるんで、実質的なそのなんだろうな、一発とかのダメージじゃなくて15秒間の総ダメージで見た時にどっちの方が上なのかっていうところだよね。もちろんその敵によったりとかね、まあダンジョンによったりとかそういったところでも変わってくるんで、ちょっと難しいところではあるんだけど、まあ少なくとも間違いなくそのまあセフィロスだったり闇セシルと比べられる程度、肩を並べる程度の強さにはなってくると思うんで、闇物理薄い方、まあ、あるいは FF11 薄い方は結構まあ狙い目のガチャで、さらにまあ昨日のドリッセレのおすすめ解説でも言ったんですけど、プリッシュが入ってるの結構でかい。 FF11 のねシリーズの枠組みで考えたプリッシュってトップクラスに強いんだよね。バフデバッファーっていう意味合いでめちゃめちゃ強いキャラなので、まあ11シリーズのハリウだったりゼツムだったり苦戦してる方はとにかくまあプリッシュを引けっていう、プリッシュプラスまあ他にアタッカーがいればまあ何とでもなるみたいな、そんな感じがあるんで、まあ、とにかくプリッシュ揃えれば11は安泰。あとクリルはまあ正直どうでもいいかなっていう感じはするけど、この3人の中ではまあクリルは正直外れかな、キャラ的に見るとね。なんで、まあザイドプリッシュ狙いのガチャということになるなりそうだね。クリルダがどう化けるかだけど、まあ化けないな。クリルダも一応確か生属性ナイトなんだっけ、そういえば。なんでまあオルシュファン、そうだね、何気に今回生属性キャラがライトニング、クリルダ、オルシュファンで3人入ってんだねっていうことです。だからタクティクス出せない代わりにこっちで我慢してくれっていう感じが一応伝わってくるわ、運営さんからの。一応生属性出してるからよっていう、最近確かに毎月生属性キャラいるんだよね、まあ、そういうとこでしょうきっと、我慢してっていう感じが伝わってくる。はい、で5月27クリスタルダンジョン古希の扉に古希の強力魔導 FF6 のクリダンだね。だからボスはあのケフカのあの最終形態だね、瓦礫の塔で戦う、すごいすごいおびただしい
あんなボスなかなかいないよね。上に進んでいくっていう珍しいタイプのねボスですが、まああれあのケフカがきっと出るということだね。はい。でこちら神々の像極炎ケフカが出てるね。なるほどね。まあそれはそうだよね。はい。でこちらが連動装備召喚としてエドガーリルム午後のガチャということになります。エドガーの D 格、確か毒属性の D 格が出てるんだっけ、エドガーって。なんで毒属性以外のその他だね、その他の属性ってなんだ、炎と雷か、エドガーって。なんでツインエレメントモードになるのかな、毒は入んないのかな、わかんないけど多分ツインエレメントモードになるの D 格が出るんでしょう。でまあリルムの D 格に関してはまあ他のヒーラーと変わらずだよね。多分デュアルシフトした時におそらくあの分身付与とか、分身付与しつつ踏みとどまる HP 回復とか、そんな感じのがつくんじゃないきっとね。まあほぼヒーラーはうららの焼き増し系ですよ、いわば。であと午後だね。午後の D 格はまあどうせモノマネ系なんでしょうけど、どうせモノマネだと思うけどね。まあちょっと癖強そうだなっていうところで、まあ午後はね6シリーズ内で考えれば割と強かったり、まあ結構組み合わせ次第のところはあるけど、はい、ということなんでちょっとこのガチャ回らなそうな気がするんだけど、どうなんでしょうね、どうなんだろうっていうところはある。ただ炎属性で FF6 固めようと思ったらやっぱ炎属性のデバフは必要になってくると思うんで、エドガーはやっぱり必要かなって思いますね。エドガー入れて、まあ、その他ロックだったりヒナだったりマッシュだったり入れて、まあ、戦っていくみたいなスタイルになるんじゃないかなとは思います。まあウーマロ使いには関係ないけどね、別にエドガーは全く属性関係ないんで。そう、雪山界最強の男をね使いたい方はこのガチャ全スルーで全然問題ないとは思います。そしてドレスレコード、これ結構嬉しいね。これ天のイラストのロックだね。ディシディアとかで出てるやつ、これかっこいいんだよね。これ意外と普通のロックよりもあんまり僕は天の絵正直好きじゃないんだけど、このロックのイラストは結構かっこよかったです。はい、まあこれね欲しい方はぜひ難易度700のやつ頑張りましょう。はい、そしてアップデート情報、これまあ嬉しい方多いでしょうね。特に無課金勢の方はね、水炎ですよ、無課金勢水炎のアップデート、記憶の研究所のラインナップが更新ということです。これ5月の17日の火曜日、来週かか来週だか再来週だかってやつですけど、これはいいね。で今回やっぱ覚醒が増えるのが非常にありがたい、敷居が下がるっていうね。そうアニマレンズ、僕もねアニマレンズ交換品だけで攻略とかっていう動画まれに出すけど、そういった動画でも結構やりやすくなるから、これは嬉しいね。はい、まあこれはもうよだれ垂らしながら待ちましょう。そしてガチャとして5月24日よりセブンスアニバーサリーフェス復刻装備召喚ということで、まあこれ2021年の9月に開催されたフェスが、まあ、そのまま再登場ということになるんで、そこで取り逃した方、その時石が足らなくて回せなかった方向けということになります。まあもう復刻なんで、この間復刻されるまでの間にゲットした装備等もあったりすると思うんで、ラインナップ見てですね、まあ過去の僕の解説動画とかガチャ動画すでに当然ながらもうアップしてる状態なので、それらを見てですね、まあ今からもう考えておくといいんじゃないかなとは思いますね。はい、ちなみにですけど、選べる装備交換券で交換できるラインナップは、この間のね、レッツフェスの装備召喚スタンプと全く同じラインナップになっているのね、その辺も注意してということです。はい。ということで、まあ、長々と喋ってまいりましたが、どうでしたか？まあ、なんだろうな。まあ、やっぱ、まあ、一言言うんだね、あれば、やっぱタクティクスなかったなっていうところだね。本当にタクティクスない代わりに生属性キャラ3人入れたから、それで我慢してくれってのがすごい伝わってくる、ね、今回のラインナップね。であとそう、これ FF6 イベントね、あくまでこれモグの記憶にフォーカスはしてるけど、モグはまだガチャじゃ出さねえぜっていうね、鋼の意志を感じるわ。これモグはもう D、モグの D 格は完全にこれフェスでしょ。
フェスまで出ねえぞこれ、モグの D 格。俺いつのフェスかな、モグの D 格。多分8周年、8周年フェスまでと温存されるような気がするわ、ここ。このまんま。そうだね、ケットシーとモグは多分フェスで組んじゃねえかなっていう気がしてます。まああるいはフェス裏ね、あえてのフェス裏は全然あるわ。回るもんだって、モグの D 角は絶対回すもん。絶対どんな場面であれ僕は少なくとも多分回すことになると思うので、まあね、今もう全レコードキーパーたちがモグのね、モグだったりケットシーの D 角を待っていると思うんで、まあそれほどまでになんかでっかい存在になっちゃったな、モグは、いつの間にか。はい、まあそんなところですかね。あとまあ生属性薄い方は本当ね、いろいろポツポツ入ってるガチャで狙っていくっていうのがまあいいんじゃないかなとは思います。はい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考だった面白かった方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。